コールドミンクレディオ、三崎のレストラン。全世界のコールドミンククラブの皆さん、こんにちは。三崎のレストランリーダーの浅井健一と、国長の江川さん、林でございます。おはよう。おはようございます。今日は、三崎のレストラン本店から、はい、ちょっと雲がありまして、はい、ところどころ青空が覗いているという状態で、はい、すっかり金木犀の匂いが、香りが、ちょっとなくなってきてしまいましたね。そうですね、早かったですね。昨日ぐらいまではかすかに残っていたんですけど、うん、1年でたった1回の金木犀の季節が、はい、金木犀の香りが終わってるみたいです。はい、そんな爽やかな感じの、はい、お昼、ちょうどお昼か。そうですね。ということで、はい、今日も元気よく全世界のコールドミンククラブの皆さんに、まあ少しの時間、はい、ほがらかな感じになってもらえたら嬉しいです。はい、本当ですね。ほがらかな感じというか、なんか健やかなっていうか、はい、うん、そんな気軽な感じで聞いてください。はい、ということで、はい、久しぶりというか、前回エレガンス林くんさんとはいつ会ったっけ。名古屋終わって割とすぐのレストランですね。だから、まあ、ほぼだからもうレストランぶり。そうですね、 林のレストランじゃないわ。三崎のレストランいる。三崎のレストランぶりだね。はい、はい、です。いかがお過ごし、忙しくやっておりました。はい、元気にしておりました。実は、俺もまあまあ元気でやってましたけど、はい、なんかいろいろありますね。いろいろありますか。うん、いろいろある。お、いろいろあるから元気出していきましょうか。そうですね、わかりました。かしこまりました。前回は3回に分けてギャラクシーヘッドミーティング。あ、そうかそうか、だからギャラクシーヘッドミーティングを流してたんだよね。はい、何回もね。そうですそうです。そうか、1週間ごと。ごめん、はい、すっかり忘れてた。はい、聞き返してみるとまたそれはそれで面白かったですね。そうだね、はい、面白かった。大事なこと言う方もいたし、はい、すごい良かったね。良かったですね、うん、で、あれはギャラクシーヘッドミーティングは、はい、名古屋で、はい、やったじゃん。ありましたね。で、コールドミンククラブの人は、うん、の方は、そのファンクラブを差し置いてそれをやるっていうのは、ああ、ちょっといかんかなと思って。お、いかんかなと思いまして。なるほど。で、だから、今年の末か、はい、その来年の初めに、はい、コールドミンククラブの、はい、そのギャラクシーヘッドミーティングを兼ねて、はい、あとアコースティックライブ的なことを、うん、はい、なんか特別な空間を作って、おー、そのコールドミンククラブの、はい、みんなに来てもらって、はい、やろうかなと思っているので、はい、おー、その時は林くんお願いします。はい、もちろんです。楽しみしております、うん、楽しみですね、それは。そうね、それをその東京 の、まあ、このいつもやってる リビングルームっていうとか、はい、ありますね。あそこもいいと思うし、うん、あと候補に上がってるのは江ノ島の近くに海っぺりのところに、はい、ちょっと、まあ、景色のいい海がバーッと見渡せるレストランみたいなところなんだけど、はい、そこでやるか、はい、もう一個はその逗子市に、はい、逗子海岸の方に、はい、こんなこと喋っとっていいんかな。まあ、間違いない。逗子海岸の方に、はい、なんか
それこそ三崎みたいなところにレストランがあるの。へ、はい、三崎のレストラン。三崎のレストランが。おお。そこで本当になんかもうデッキになっとって。おお。目の前がもう海で。ロケーション最高ですね。もうロケーション最高なんだけど、多分めちゃくちゃ寒い。寒いですね。海だから。もう1月、12月か1月か。そうですよね。そこでやるのは、はい、だったらもう春以降じゃないと。あ、まあそうですね。ダメだよなと思うし。あったかくなってから。はい。っていう感じで悩んでいるので、ちょっと、うん、自分自身もなんかそういうのをやってみたいし、うん、前よりよりなんかゆっくりといろんな、ちょっと世界の、はい、これからの世界をどうしたら良くするのか、うん、そこら辺も、この間すぐ置いといてになっちゃったそうですね。それを今度はちゃんと話そうかなと思って。なんか欲で終わりましたね。なんかそこら辺をもっとちゃんと、はい、なんであれすぐ起きたくなったんかな。わかんないです。なんとりあえずなんか話しにくかったのかな、やっぱり。ああ。やっぱそういうなんかそんなものを俺察知したんだと思うんだよ、ね。なるほど、なるほど。だからたった一人の方にね意見いただいただけで、そうですね。置いとこうかになっちゃったもんね。まあ割と手が上がんなかったんですよね。なんか考えてきてくれた人って言った時に、あの、ね、手が上がらなかったから、あ、じゃあそれは置いとこうかって言ったっけ多分まあそこら辺をちょっと深く、はい、探りたいな、話したいなっていうのがあるので、はい、じゃあここでちょっと一曲聴いてみましょう。はい、シャーベツでその UK っていうシングルを出すんだけど、はい、26日に、はい、で、それの、じゃあ2曲目のスムージーグライダー聞いてみる？はい。じゃあスムージーグライダー。スムージーグライダーを途中まで聴きました。はい。UK、26日についにリリースなんですけれども、うん、レコーディングはいかがでしたか？レコーディングはね、だから俺はこのスムージーグライダーっていう方を絶対シングルにするつもりで作ってたんだけど、なるほど。その出来上がってやっぱちょっと周りの人の意見も聞きたかったんで、うん、いろんな人の意見聞いたんだよね、これ3曲、はい、4曲、はい、レコーディングシャツで、どれが一番、まあそんなこと言ったらちょっとみんながっかりしちゃうかもしれないけど、いやでもあの UK もすごく俺はポップだと思うんで、はい、素敵ですね。たまにはポップなのもいいかなと思って、うん、で
そうだからスムージーグライダーがのつもりだったんだけど最終的には UK にしました。なるほどなるほど。あ、じゃあメールを読んでみるか。はい、俺の読むか。あ、お願いいたします。先日の名古屋のイベント 2days ありがとうございました。ロリポップにもさんです。トークショーサイン会の告知があった1ヶ月前から楽しみなのは当たり前だったけど緊張で毎日内臓が痛くて正直泣きそうでした。それは大変だったね。大変です。しかしトークショー当日の早朝に名古屋に着いて実家の近くでベンジーに遭遇すると、分かった。あ、実家の近くに住んでる方なんだよね。あ、そうなんですね。ご近所。急なサプライズ。普段人に声をかけられない人間のはずが瞬間的にベンジー後で行きますとか言っとって自分にびっくり、自分にびっくりでした。水色の長屋の空にめちゃめちゃ笑顔のベンジーが生えすぎていて一生忘れられません。イベント前に遠い昔から夢見てたことが叶ってしまったのでした。しかしその時の自分、家出のような荷物にだいぶ適当な格好、さらにお化粧もしてなくて唯一ブランサムキャップをかぶっていたのが救いでした。何やってんだか大変反省しております。どうもない。イベントは本当に感動でした。あの空間もかっこよすぎてここは本当に伏見なのか信じがたく新たな名古屋の良さを発見できました。自分のしょうもない相談の続きをちゃんとメールしようと思ったんですがすでに長文になっちゃったからまた今度にします。あとイベント3日後の夜にまた見に行きまして他に誰もいなかったので一人で贅沢にベンジーの絵の世界に浸ってました。その後裏のカフェで飲んでいたら高山社長が来てくれて喋りまして話の流れでその日が自分の誕生日でっていうことが判明した時ケーキともう一杯プレゼントしていただいてしまい最高の誕生日になりました。さすが高山社長。ちなみにカブトビールが飲みたくて行ったのになくて浅井さんたちがたくさん飲んじゃったからと言われました。また起床した時に飲みに行きたいと思います。おロリポップにもさんです、はい、ありがとう。いやいやいや、俺たちがたくさん飲みすぎたんだ。そうなんですね。カブトビールを、そう、俺ね、もうお酒ね、はね、もうたしなむ程度ってもう本当に肝に銘じる。あ、本当ですか、うん、あら、お酒なんかありましたか。うん、なんかね、なんかお酒を飲みすぎるといいことが何もないというおことが最近繰り返されていて、うん、だから結局弱くなったのかな。ああ、本当ですか。多分そうだと思う。いやいやいや、だからね、お酒はやめるっていうかやめる必要はないんだけど、うん、少なくする。はい、OK、 じゃあここで1曲聴きましょう。はい、ね、その UK のシングルの、サービス版、もう1個の CD の方でライブ版がつくんですけど、はい、その中からじゃあ何曲か流そうかなって。それではクラッシュドセダンドライブを聴いてみましょう。はい、ついつい入り込んじゃう、あいつのあの世界に心にとてもいいんだ。スペードキャップメディスン、一つのことしか言えないからな。クラッシュセダンドライブ、クラッシュセダンドライブ、月のさこの世界を、お前のその熱い思い出、
ライブ感謝せだホームライブ好きでさこの世界をお前のそう熱い思い出シングルニューシングル UK のライブ版 CD2 の方からクラッシドセダンドライブを聞きました。はい、では続いてメールよろしいでしょうか。うん、はい。ベンジーエレガンさん、お元気様です。お元気様です。ギャラクシーヘッドミーティング3回にわたっての放送、毎日をワクワクして過ごせて最高でした。本当に。しかもニューシングル UK フルバージョンも聞けてさらに幸せです。本当に。いつものギリギリのベンジーワールド炸裂で心からほっこりしました。いいかな。これでこそベンジー。ファンの皆さんの前でもいつも通りのベンジーで、私が常々思っているそのまんまのベンジーが一番かっこいいが前編にあふれていて本当に面白かったです。うん。実はこの情報が出た時にベンジーと直接お話できて、かつイラストまで目の前で描いてもらえる、夢って全身取り肌がすごかったんですが、落ち着いて考えたら、うん、そんなの多分緊張して気を失ってしまうから無理、これは気づかなかったことにしようと自分の心に無理やり蓋をしたことを心から後悔しました。うん。もし次があるならば、その時は震えながらでも絶対に参加しようと心に決めました。うん。ただただファンの皆さんの言葉や気持ちを大切に丸ごと受け取ろうと決意してくれたベンジーの心意気、数十年ぶりにトークライブやってみようと決意してくれることに感謝です。うん。ベンジーに聞きたいことある人と言われてすぐに質問できるなんて、まだまだ若輩者の私には全然そこまでたどり着けません。うん。だから今度から前もって、はい、なんかこれについてなんか語り合いたいなっていう、これについて話したいなっていうことを、はい、テーマを一人一人教えてもらっとこうかなと思って。ああ、でもそれいいですね。で、はい、そのバランスがあるから、はい、その内容の、そうですね、あらかじめこっちがそのこの話してみたいなとかさ、うん、そういうのをいくつも選んどいて、はい、でこっちから、はい、何々さんこれについて話しましょうか、話しかけていく形、そっちの方が多分みんなめちゃめちゃ緊張するから。むしろ逆に、まあ、準備ができてないですからね。いやいや、来るんかなと思うで、せんやろうかなっていうのが思ったかな。なるほど。今度のだからコールドミングクラブね、はい、ナイトはね、はい、それでも次回があると信じていろんな質問を考え始めてみたら、はい、意外にもあれこれ溢れ出てきてしまったので、その中から質問の内容、質問内容がいっぱい出てきたそうです。ああ、まさに今、そうですね、うん、その中から一つ先に聞いてみることにします。ああ、ベンジーがファンの皆さんに聞いてみたいことって何ですか。どんな質問でもじっくりゆっくり無音に怯えず素直な気持ちでお答えします。ラーメンどんぶりさんから。ああ、ありがとう。ラーメンどんぶりさん、何ですか、聞いてみたいこと。聞いてみたいこと、はい、ある、聞いてみたいことですか、うん、
初めて浅井さんの音楽に触れた時の状況を聞いてみたいですね。どこで知ったって、どこで知ったかっていう、それは俺も聞いてみたいかな。そうですよね、うん、でも一人一人に聞いてみたいね。そうですよね。なんか例えばね、何座とか、ね、血液型は血液型はないぞとか本当ですか、うん、どこ出身とかさ。あ、なるほど。パーソナルな、うん、好きな食べ物はとか。好きな食べ物、はい、ね、昨日さ、あの、はい、すごい爽やかな一日だったじゃん、はい、で日曜日で、日曜日で、で、まあ、その爽やかさをやっぱ部屋の中にいたんじゃもったいないんで、はい、その友達をちょっと誘って、はい、あのベランダで、はい、あのなんか焼いて食べようと思って。ああ、いいですね、うん、で大輔とか沼地とか誘ってさ、高尾くんとか食べたんだけど、その食料買いに行ったんだ、スーパーに。はい、スーパーに。で俺はそのまあたまにスーパー行くんだけど、はい、その人気のないスーパーを応援するタイプなんだよ、はい、なるほど、なるほど。なんかここら辺のスーパーで OK ストアっていうとこがめっちゃくちゃ流行っとって、すごいですね、いつも出そうできてる、うん、まあ確かに安いからね。安いんですよ、うん、でその近くに大関っていうのがあって、ありますね、大関、はい、まあ、大関も頑張ってんだけど、頑張ってますね。でもあっちの神奈川の方にピーコックっていうのがあってありますね。そこ全然はやとらんのよ。はやってないですね、確かに。今一つですね。俺はそのはやってないところを、はい、あの応援するために、はやってないスーパーに空いてるから好きだし。あ、そうですね。だからそこ行ったんだよね、はい、ガラガラだった。日曜日にもかからず。そうだね。いやー、そっか。でもまた、うん、まあ、別にそんなね、ものすごいいいものを買いに行こうとは思ってないんで。いやいや、はい。適当に肉があってエビがあって、はい、とか思ったんで。なるほど。という感じですね。はい。昨日は。こうして、はい、外で、はい、焼いて、はい、食べました。ああ、いいですね。楽しそう。うん、そんな感じです。はい。じゃあ、ボエモン曲聴きましょう。はい。じゃあ、その CD2 のライブ版から、はい、レディネディ。はい。Everybody,
すぐ右のトラックで大変稼いで二人で旅に行った黒ペラの鍵しっちゅうつけるハウバイクラヒドアウレルネーム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 Be happy. Me feel.ニューシングル UK の CD2 のライブ版の方からレディネディを聴きました。はい。ということで、はい、林くんは何やっておりました？最近は。最近はですね、昨日はまさにあの野球見に行ってましたね。あ、今年は何位なの？今年実は2位なんです。すごいじゃん。はい、やりました。あのディーナ、はい、で、はい、で DeNA ベイスターズ、はい、あ、ディーナじゃないんだ、はい、DeNA です。何にも分かっとらんか。いや太陽ホエールズが横浜の太陽ホエールズだよね、はい、昔の、はい、え、今はもうホエールズじゃないもんね。今ホエールズじゃないです。 DeNA だもんね。はい、 DeNA になりました。もう本当に分かっとらん。いや、あ、そうですよね。なんか日本のプロ野球はあんまりご覧にならないっておっしゃってましたもんね。もう最近見なくなっちゃったね。おっしゃってましたね。一時見たりとかしたんだけど、はい、あのみんなメジャーに行きだしたじゃん。そうですね。そうするとやっぱあっちの方が華やかに見える ね。いや、でも日本のプロ野球もすごい面白いんだと思うけど、うん、はい、え、じゃあクライマックスシリーズに出るの？そうです、そうです。ついに。やったじゃん。はい、やりました。はい、え、1位はヤクルト？ 1 位ヤクルトです。で、うちが、巨人に勝ったんで、阪神が繰り上がって3位になったんです。あ、最終的に。ゲーム制度に。はい、あ、じゃあ、巨人はじゃあ4位だ。4位です。そうなんだ。はい。え、巨人の監督って原監督？原監督です。あ、もう激戦し、あの競争してたのですごい。そうですね、巨人と阪神と、広島がものすごい競った。じゃあ阪神と横浜が戦って。そうです、まずで、じゃあね、まあ可能性あるってことだね。そうです、なかなかです。はい、ね、すごい、はい、やりました。大事な時期じゃん。はい、やりました。おめでとう。ありがとうございます。で、最下位中日だ。はい、今年残念ながらね。はい、俺もう中日で応援してないから。あ、本当ですか。うん、すごい、なんかチームの中に規律をとか言って髪の毛染めたりひげとか絶対ダメって言って、みんな髪の毛短くして。あ、中日。はい、ひげ剃って。あ、成績悪いから。はい、立浪監督はもう絶対にちゃんとしなきゃとかって言って。ああ、もうねえ、はい、そうだね、そういうことをやっていかないとね。そうだね、大切ですよね。え、それはもうシーズン終わりの辺にそれをしだしたってこと？いや、もう最初から。最初から？はい、最初からシーズン、俺が監督になってからはもうお前だ、絶対ダメだから。あ、そんでも最下位だった。はい、はい、残念だから。
なかなか難しいですね。え、あの新庄は、あ、ビッグボスですか、うん、ビッグボスは最下位だったんですよね、はい、そうだよねビッグボスを辞めて新庄になる、ビッグボスを一回やめて新庄っていうユニフォームを着て出てきたんです。なんで来年からは真面目にやりますってことらしいです。あ、今は背中ビッグボス、ビッグボスになったんですけど一回ユニフォーム着ておいて、もうあの新庄のユニフォーム謙虚だね、はい、そうですね、大事だよね、はい、でもすごいいいよね新庄って、ね、面白いよね、いいですよね、いいと思います、気持ちがいい、はい、本当ですね。そんな林くんです。はい、でした。はい。じゃあメール3を行きたいと思います。はい。デンジ、こんばんは。お元気様です。お元気様です。今日も背中で夏の日差しも混ざって気持ちのいい青空が広がりました。今はすっかり日が落ちて夜の静かな中にいます。久しぶりに今日はリモートワークをしました。国葬の日で先週から会社近くは警察の警備が増えて、物々しく感じてしまい、自宅で仕事をしました。何事もなく終わってほしいです。そんな日ですが、ちょうどベンジーと福士さんが J-WAVE のラジオ番組に出演されてリアルタイムで聞くことができました。嬉しい。そうだったね。 UK は三崎のレストランで聞いたり配信されている映像を見ていて、歌詞から思い浮かぶものがあったのですが、ベンジの話を聞いているとその景色はより一層こうゆくになったように感じます。 UK はイングランドのことを指すと言われていて、ベンジの話声に癒されながら改めて曲を聴くと今の世界のことや大切な人とのつながりなどをさらに深く思い浮かびます。スムージーグライダーマーブルも楽しみにしています。来月に発売されるまでベンジのこれまで曲を大切に聴きながら、ベンジのこれまでの曲を大切に聴きながら心待ちにしていますね。ベンジに会えることも嬉しくて大好きです。おやすみなさい。カフェラテさんからです。ありがとう。嬉しい。そうだね、 J-WAVE はあのまあまあ面白かったかな。そうだね、こういうね、こういう沈黙が、はい、あの大事というか、はい、まあこれ生放送だったらこんな沈黙こんな風には取れんけど、はい、これ平野さんだったらね、もう絶対もう喋っとる絶対ね。なんかなかったっけ、面白い話。OK、じゃあここで、はい、ではここでもう一曲聴いてみようか。はい、シングルの CD2 のライブ版の方から、はい、それでは小さな花、はい、全てなんて言え、人は言うけど、夢、大きな夢を
抱いて生きる生きてゆくだって全部素直な心だけじゃみんなからバカにされて生きてはいけないそんな社会さだったらもっといっそのことを汚れて染まって失っちゃえばいいそうだろずっと楽しゃその方でずっとずっとうまくやっていけるそんな社会フラワー光輝いてる情熱的な青春空青く澄み切ってる思い好きな人への思い失っちゃえばいいそうだろその方がずっと楽さその方がずっとずっとうまくやっていけるそんな世界さ人間なんてそんなもんさ人間なんてそんなもんだろ神様じゃないんだからそんなもんさフラワーザーソー小さな花を高くかざして光を透かしてみようよ小さな花を高くかざして光を透かしてみようよ花を高くかざして光をyou
シャーベツニューシングル 2CD のディスク2の方、ディスク2から小さな花を聞きました。はい、さっさん、いよいよツアーが始まりますね。そうですね、はい、いや、そうで、この間からあのリハーサルが始まったんだけど。あ、本当ですか。リハーサルの初日に中田先輩が、はい、あの体を腰を痛めてしまって、いきなり、うん、ちょっと心配ですね。うん、やってる最中ですか。いや、あのその日の朝。朝、うん、だから本当に体に気をつけてやらないと、ワンツアーの途中でそういう風になったら、はい、そうですね、ツアーの途中になったら大変だから。本当ですね、本当に体に気をつけてくださいねっていう話になってんだけどね。はい、本当ですね。うん、林くんは体調は大丈夫？実はですね、先月か、熱出したんですよ、ね、コロナで。熱出してもうすごいテンパって、うん、あのまあ、勤務先の病院で一応すぐ PCR 受けられるんで、うん、速攻で電話して、うん、PCR 受けたんですけど、なんかなぜか陰性で、うん、あ、陰性なんだと思って家帰って、まあでもまだ熱だったんですよ、うん、でまあちょっと休んで、したらなんか翌日もう下がってて、うん、はい、おかげさまで。なんだったんですね。はい、なんかでも結構夏風邪ですかねとか言って言われて、そうですかって。でもやっぱびっくりしますね、熱出すと。うん、はい、ちょうどかかっちゃったかと思うよね。もうそうですね、そうなんですよ、うん、なかなか恐ろしいもんですね。うん、まあそうだね、まあ、でも軽く終わればね、はいはい、全然いいんだけど。僕はいかがですか、先生、その子の。あ、俺は全然平気だね。あ、本当ですか、うん、あ、よかった。もうジムも行って、うん、普通にやってるから、うん、大丈夫だけどね。あ、本当ですか、うん、やっぱでもちょっと辛い人とかいるみたいですね。あ、俺はひどかった。あ、本当ですか、うん、喉がめちゃくちゃ痛かったからね。あ、おっしゃってましたね、うんうん、あ、この間プロモーションビデオ、はい、UK のミュージックビデオを撮りました、はい、おで、タジマックスっていう、はい、今までで言ったらブランキーの時のスイートデイズだとか、おー、でユーダのバッドガールとかのプロモーションビデオを撮った監督に久しぶりに頼んで、はい、撮りました。おー、で、すごい盛り上がっておりまして、はい、ただそれがね、みんなにどのように受け取られるかっていうのが、お、あの自分の中でちょっと心配かな。そうなんですか。そうなんですか。なんか物語自体って物語じゃないんだけど。あ、違うんですか。ちょっとエロいお姉さんが出てきたりとか。おー、本当ですか。そういう感じなんだ。おー、いいですね。なんかバーの中で。ああ、なるほど。そういうエロいお姉さんが出てくるようなお店とか行くんですか。いや、僕は行けない。エレガンスだけし、エレガンスだけちょっと行かないですね。行かない、行かないよね。行かないですね。行ったことないんですよね。行ったことない。行ったことないんですよ。俺、大昔はたまに行ったことあるけどね。ああ、本当ですか、うん、行ったことない、そういうとこ。大昔なんか一回堀さんと地方で堀さんに連れられてたリアリティの話ですけど。じゃあ行ったことあるじゃん。一回だけ、一回だけ。でもお姉さんと普通にお話しして終わりました。ああ、キャバクラとか。あ、そうです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 。エロい方はない。うん、キャバクラぐらいはね、誰しも一回ぐらいはね、そうですね、経験はするんじゃないのかな。なかなかでも会話が続かずで、会話本当にそうだよね。そうなんですよ、話すことないもん。ないんですよ。びっくりしちゃって、自分のその引き出しのなさに。そうだね。
そんな音楽の話もできないしなぁと黙っとった。はい、黙ってました。向こうにしたら楽かもね。なんかでもすごいあれなんですよね、なんか降ってくるんですよね。降ってくるの。なんか どういうお仕事なんですかとか、そういうなんかこう、あそうだね、はい、遊び前に話したもんね心底話で。なんでそんな話になったの。あのビデオでピエロヨンの話だ。楽しみですね、ビデオ。うん、そうだね、どう思われるんだろうってちょっと心配なんだけど。でもまあ明るく元気にまっすぐ行くわ。はい、本当ですね、うん、はい、何があっても、はい、ということで、はい、もう一曲聴いてみる。はい、はい、楽しみですね。じゃあ、3曲目のマーブルを途中まで聴いてみる。はい、どんな感じの曲なのか。はい、じゃあニューシングル UK から3曲目のマーブル。ビルのロングボード持って砂の斜面降りる、サラサラの風の中をススキの間を、眠そうな顔してさ、ジャムがついてるよ、ほっぺたに冷たすぎる水に足触れれば震える一瞬間近って、ああ向こう側が透けて見えるぐらいのうねりを見つめたまま、その中へと胸の中ニューシングル UK からマーブルを途中まで聴きました。はい、すごいライブ版、俺はすごい気に入っていて。おー、本当ですか。3曲もすごい大好きなので、うん、ぜひたくさんの人に手に取って欲しいです。はい、よろしくお願いします。はい、楽しみしております。まさやさん、そろそろ閉店のお時間ですけど、ね、はい、ライブツアー、そして未来へについてなんだけど、はいはい、これは、前回のツアーとは内容がガラッと変わるので。そうですね。で、真剣に自分でチョイスした選んだ今までのシャーベツの曲たちの中から選んでた曲で構成されていて、もちろんあとはシングルの UK の中からも やるし、特別な時間にします。おお、楽しみです。ぜひたくさんの人に、方々に来てほしいです。はい、今回は福島の方とか。そうですね、前回行ってない場所、うん、に行くというコンセプトも少し入っているので、はい、そちらの方の方々は楽しみにしておいてください。はい、ということで、はい、スケジュールを、はい、よろしいでしょうか。はい、シャーベツニューシングル UK 10月26日発売、10月8日に先行配信リリースになります。シャーベツ24周年25周年アニバーサリーツアー、そして未来へ、渋谷スポティファイオーイースト、10月16日日曜日、四日市クラブルーツ、10月29日土曜日、甲府カズーホール、10月30日日曜日、鹿児島キャパルボホール、11月5日土曜日、福岡ドラム B1、11月6日日曜日、石巻ブルーレジスタンス、11月12日土曜日11月12日土曜日、はい、
いわきクラブソニックいわき、11月13日日曜日。神戸バリット、11月19日土曜日。広島セカンドクラッチ、11月20日日曜日。名古屋クラブクワトロ、11月25日金曜日。金沢ゴールドクリーク、11月27日日曜日。大阪バーナホール、12月3日土曜日。以上になります。ね、今年も終わっちゃうね、これ。本当ですね、うん、早いですね。めちゃめちゃ早いわ。あっという間ですね。まあゴールドミンクラブも盛り上げたいけど、その前にこのツアーを、はい、ツアーでみんなを笑顔で帰っていってほしいからね。面白い話を考えとこは。そうですね、楽しみにしております。うん、はい、ということで、はい、全世界のゴールドミンクラブの皆さん、聞いていただいてありがとうございました。ということで、はい、皆さん、また会える日を、三崎のレストランで会える日を楽しみにしているので、皆さんも頑張ってというか、はい、元気よくお互い行きましょう、はい、ということで、三崎のレストランリーダーの佐伯健一と国長の江川さん、林でございました。それではさよなら、バイバイ。